はい、どうもジンさんです。今回はブリーチ千年決戦編アニメ第16話ザ・ファンダメンタル・ビルレンスについて語っていきたいと思います。いやー、今回は言わせてください、神回でした。やはり念願のヒラコの挽回、映像化、そして C パートにてイチゴにまつわる衝撃のシーン、いやこれどういうことって感じですが、今回も原作と比較しながら一つずつ丁寧に見ていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。ブリーチ宣伝決戦編アニメ第16話ザ・ファンダメンタル・ビルレンス、直訳すると根源的な毒性が最も近い意味になるでしょうか。クインシーのフォローに対する耐性のなさについてのサブタイトルと思われます。今回の16話はだいたい原作62巻552話から554話までがまとめられていました。冒頭は前回の15話から少し前の様子からでしたね。クインシー進行直後の各地が描かれており、岩さん、ひなもり、イサネといった3名の副隊長の様子が描かれました。原作ではなかったシーンであるため、副隊長の活躍があまり描かれていなかったところをこうしてアニメで描いてくれるのは大変ありがたいですね。伊庭さんは残白島が開放前だったので視界が見れるかもしれないと少し期待したのは僕だけでしょうか。続いて15話ラスト重複する場面ですが、再び室谷 vs バズビーの末路、そして駆けつけるツァン2が描かれました。ツァン2はヒーターズの乱撃に大ダメージを負わせた状態で引っ張ってきており、その後奪ったダイグレン氷輪丸を解放させることで自身の流儀である共に生きた者とは共に死すべしに乗っ取り10番隊を処刑しようとします。そこで場面は黒土前売りへ切り替わり、浦原キスキからの通信が入ったところでオープニングとなります。オープニング後は続きからとなりまして、前売りと浦原2名の天才による通信を通してクインシーの特性、そして挽回脱落の原理解明を用いた阻止および奪われた挽回を取り戻すことを可能としたという説明が入ります。どういうことかはアニメの説明通りなんですが、ざっくり説明する前に突っ込まなければならないところがあります。それはもちろんゲーミングマヨリ様でございます。なぜ虹色になった、偉大すぎてレインボーになってしまったマヨリ様、天才キャラがこういうお茶目な一面出すのずるいのよ、そりゃ好きになるって。さりげなくマヨリの個人研究室がキラキラ仕様と名付けられていて、これも草です。おそらくキラキラ仕様の研究室の保護色となってしまったマヨリ様は虹色に輝くことで分かりやすくしてくれているのでしょう。というわけで話を戻しますが、浦原キスケはベコムンで行った際にレスレクションが一切奪われなかったことに着目し、クインシーのフォロー体制と紐づけることによって挽回脱落を打ち破る方法を見出します。回想で久しぶりの動くエスパーダ、感動させていただきましたが、クインシーはフォロー体制が全くない種族でして、死神のようなフォロー化の道はなく、フォローの侵食を受ければ弱体化し、最終的にはコンパクが崩壊して死に至ります。そういった能力などではどうしようもない根源的な相性の影響でクインシーはフォローを根絶していたというわけでした。つまりクインシーがレスレクションを奪わなかったのはフォローの力が自分たちの生命を脅かすほどの毒だったからです。ちなみにキルゲがアイオンをスクラブライで吸収できていた理由は、スクラブライがフォローの因子を無害なものへ完全に分解して吸収するからと小説で説明されていました。しかし完全に分解するなら、なぜキルゲはフォローじみた容姿に変貌したのかというところが疑問として残り、その点については説明されていなかったのですが、今回浦原の口から新規セリフとして説明されましたね。どうやら完全に分解するといってもクインシーにとってフォローの因子は毒のようで、キルゲは力を制御できず形が崩れてしまっていたとのこと。浦原はそこに着目してレコムンドに残り研究を進めたとあるので、この辺の保管は相当いい保管だったのではないでしょうか。というわけで浦原キスケは諸々の研究結果から挽回を一瞬だけフォロー化させる方法を見出すことで奪われた挽回を取り戻すことに成功したんですね。その方法が新鋭薬でした。この薬は挽回を持つ者のみに反応する眼薬であり、実際大前田が触れても反応していませんでした。挽回習得者が残白糖を含む体のどこかで触れることで摂取され、挽回を一瞬だけフォロー化させる薬となります。これによって挽回を取り戻したソイフォンとヒツガイが相対するリッターに挽回で反撃し、窮地を脱することに成功しました。ここまで概ね原作と変わりませんが、やはりアニメで久しぶりに聞く弱砲雷光弁、そしてダイグレン氷輪丸はファンとして来るものがありますね。傷だらけで大前田を頼るソイフォンちゃんは可愛すぎるし、ヒツガイと氷輪丸は相変わらず美女が良すぎる、たまらんかったですね。というわけでここでアイキャッチを挟み、第一次進行で挽回を奪った4名のリッターが移されます。うち2人はやられてしまっています。ここでユーハバッハと石田ウリュウが移されました。原作では少しだけ会話しているのですが、アニメでは会話はなく黙って戦況を見ているようです。表情から分かる通り原作同様焦っている様子はなく、挽回脱落の阻止も想定通りないようです。というわけでおそらく今回の16話で最も盛り上がったシーン、キラコシンジの挽回が解放されるアニメ新
気エピソードが描かれていきます。いやー、ついにここで彼の挽回を見せてくれますか。超人気キャラキラコの待望の挽回映像化、小説で公開され、ブレソルで映像化されていましたが、久保先生総監修のアニメで映像化。これは実質原作初出と言っていいでしょう。諦めかけていたキラコの挽回映像化が原作で見ることができている。我々はとんでもない瞬間に立ち会っている気がします。というわけで、内容としては、大勢のゾルダードに囲まれているキラコ、地面にはたくさんの死神の遺体が転がっているという状況です。ここでキラコは、仲間がおったら使え技っちゅうのもあるんやでというセリフの後、 PV 第3弾でもあったかっこよすぎるセリフ、お前らの常識もこの状況もみんなまとめてひっくり返したるわと言い放ち、挽回坂島横島八方塞がれを解放します。ありがとうございます。能力は平子の説明の通りで、範囲内にいる者の敵味方の認識を全て逆さまに流転させる能力となります。解放後、平子は何かに包まれていきますが、これは初披露した小説の中でなでしこの花を思わせる形状をした美しく巨大な台座、これこそが挽回に至った平子の残白刀の姿と説明されています。この時包まれた平子は、外で敵が同士打ちしているのを中で待っていました。アニメでは途中で外を出て君子にちょっかいをかけているシーンがありましたね。ここら辺は坂島横島八方下がりの解像度が上がったという意味で、個人的にはありがたい描写だと思っています。ちなみにこの能力は対象を選ぶことはできない無差別型のため、周囲に味方がいると使えません。さらに1対1では効果が発動しないという弱点もあります。なので、発動すれば勝ちの能力というわけではありません。これらの弱点から平子自身は、挽回が雑魚相当用で視界が強敵用と、用途まで逆さまってどんだけ来てくれてんねんと、自身の残白と魚での厄介さに嘆いていました。つまり平子一人に増票多数のこの状況は、坂島横島八方下がりの解放条件にぴったりだったということになります。いやー、このシーンは動く坂島横島八方下がりはもちろん、 BGM も最適なかっこいいものだったので、本当に最高のシーンでした。続いてシーンはまだらめ弓近久木へ移ります。ここは原作62巻559話と、もう少し先のシーンで描かれていた内容なのですが、今回早めに描かれていきました。周囲を警戒する3人のもとへ、マスクドマスキリンが襲ってくるシーンなのですが、個人的に気になったのは、最初の一角と弓近だけのシーン。二人が新医薬について話しているところで、弓近が、これでもう挽回を奪われる心配はないってことだね、反撃と行こうかと言っていました。これは原作にはないシーンなんですが、これって弓近挽回習得しているってことでしょうか。一角が摂取するシーンは映されましたが、弓近については映されていません。その後も弓近の手に新医薬が映ったシーンはないんですが、これ少し意味深だなと思いました。弓近手のひら見つめてるやんって一瞬思いましたが、一角も新医薬が消えた後の手を見つめているんで、この描写だけで判断はできないかなと。その後マスキリンが、モデル力を隠していてはザ・スーパースターに勝つことなどインポッシブルみたいなセリフを言っているので、挽回を隠す一角を指しているのはもちろんですが、弓近についてはルリ・ルクジャクのことだけでなく挽回についてもなのかなと、そう邪推してしまった私であります。まあ弓近挽回習得の可能性は低いと自分でも思っていますが、16話に関する一つの楽しみとして皆様に共有してみました。というわけで、少し話が前後しましたが、一角、弓近、久木 VS マスキリンが新警備として描かれています。久木の口からチェーンデスマッチという単語が出るとは驚きでした。さすが精霊帝通信編集者、知見が深いですね。続いてはお待ちかね、バンビちゃんとなります。先頭にバンビちゃん、そして結構離れて後ろに4人のバンビズという形で歩いており、その後バンビちゃんの独り言からブチギレという流れを辿っていきます。最初のバンビーズウォークは原作ではなかったカットとなりますね。また一般大使への爆撃がメダリオンを投げたことによる爆発だったことが地味に判明しています。原作ではここまで細かく描かれていませんでしたので、バンビちゃんはポイ捨て女ということになりました。余談ですが、リルが前側でジジが一番後ろなのが意外でした。というわけで、ブチギレたバンビちゃんの元へ駒村サジンと平子真嗣が現れます。大体は原作と同じ流れなんですが、駒村のセリフが結構追加されていて、バンビちゃんに構っている暇はない、源流祭の仇を取るためにユーハバッハの元へ行きたいと言っていました。すでに復讐に燃えているというところですが、しかしさすが駒村、バンビちゃんが言うには部下を守るために進路変更して駆けつけたようで、これが本当であるならば、駒村は自身の復讐を何よりも優先しているわけではないということになります。この後の展開を知る原作既読の我々にとってみれば、駒村が完全な復讐に落ちている
ているわけではないと知れたことはかなり救われることなのではないでしょうか。続いて再び平子の出番となります。駒村を先に行かせ、バンビを相手取り、視界魚でを解放して追い込みます。上下前後左右を逆さまにする凶悪な力、最近練習して言葉も逆再生で聞かせられるようになったそうで、三半規管からも惑わすことが可能となりました。逆さまということで場面がひっくり返る演出はかっこよすぎましたね。またここでお気づきの方も多いでしょうが、平子の残白刀魚で、先ほどは視界と挽回で使用用途まで逆さま、これはおしゃれな設定だよねみたいな話をしましたが、この16話で平子は先に挽回を解放し、その後視界を解放しています。つまり本来なら奥義の挽回を後に解放するのが鉄板の中で、平子は挽回を先に解放して増強を一掃し、その後視界で清少騎士を追い込む。挽回が前振り前座という圧倒的おしゃれな演出の逆さま、これにはファンもたまらないのではないでしょうか。というわけで魚でによってバンビちゃんは追い込まれ、シーン変わってマスキリンはキサギラに追い込まれ、死神側に戦況が傾いてきたかというところで、各地でクインシー・フォルシュテン・ディッヒによる光の柱が上がります。カラフルで綺麗ですね。てかやっぱイントネーションってクインシー・フォルシュテン・ディッヒなんですね。今までフォルシュテン・ディッヒと言っていたので徐々に直していこうと思います。というわけでユーハ・バッハのセリフによって、ここからがようやく本当の戦いが始まると、ボテ13体 VS シュテルン・リッターが本格化していくぞってところで、16話はエンディングを迎えます。いやー相変わらずエンディングがかっこいい。というところで、はい、もはや高齢化してきた C パート15修行編、今回もありましたよ。とんでもないのがね、相変わらず木刀を握りながらイラズ山道を歩くイチゴ、すぐそこにあるはずの鳥居が遠いと語るイチゴに何かが流れ込んできました。一瞬のカットでしたが、コマ送りにしてよく見ると、はい来ました、霊王の断片的な記憶になります。 PV 第3弾でも一瞬だけ映された謎の人物はやはり封印前の霊王でございました。一つずつ見ていくと、水面に立つ謎の人物、おそらく封印前の霊王でしょう。そして彼は謎の剣を抱えており、周りの地面には3本の矢が刺さっています。その後その者が剣を地面に突き刺すことで渦が発生し、周囲に刺さっている3本の矢にも渦が発生しています。もう何が何だかさっぱりですが、パッと見は3回創生の瞬間でしょうか。3本の矢、周囲の3つの渦は3回を表しているのでしょうか。しかし3回創生は霊王自身ではなく五大貴族の人たちによって行われており、霊王はあえて抵抗しなかったと明かされていますから、少し整合性が取れない気もします。ただ今回言っても仕方ないので続きを見ていきましょう。再び歩みを進めるイチゴにさらなる断片的な記憶が流れ込みます。今度は光る3本の矢が映され、剣を刺した者の両手足が体から離れ、あれよあれよと今の霊王の形になっていくではありませんか。何これ、どういうことってなっているのもつかの間、なんとイチゴの瞳がうっすらと5つになりました。王将の企み通り、イチゴの霊王の器計画が順調ということなんでしょうが、そんなのんきなことを言っている場合ではありません。これについて少しだけ考えてみると、個人的にはやはりイチゴの抱える因子の数がそのまま瞳の数になっているのではないでしょうか。作中で登場した副眼持ちのキャラクターはユーハ・バッハ、ハッシュバルト、ペルニダ、霊王となります。ハッシュバルトはちょっと例外なので外しますが、まずユーハ・バッハの副眼は3つでした。これはユーハ・バッハがクインシー、人間、フルブリングの3つの因子を有しているからでしょう。彼はクインシーの始祖であり、以前のアニメで描かれた通り人間として生を受けていることが判明しております。そしてフルブリングというのはどっちかというと霊王のかけら持ちと考えた方が分かりやすいかもしれません。フルブリングとは霊王のかけらを有していることが発言の必須条件で、対象の魂の力を引き出し刺激する力になります。霊王が持つ滅却の力が収束して生まれたのがユーハ・バッハなら、霊王のかけらを有していても何ら不思議ではないですし、そもそも対象の力を引き出すシュリフトはフルブリングに近い力ですよね。よってユーハ・バッハはクインシー、人間、フルブリングの3つの因子を有していると推察できます。続いてペルニダはクインシーとフルブリング、なぜならペルニダは霊王の左腕そのもの、霊王のかけらそのものと言えますので、クインシーとフルブリング霊王のかけら持ちを有すると考えられます。続いて霊王はホロー以外のクインシー、死神、人間、フルブリングを有していると小説でそのような記載がされています。そんな感じでですね、作中で登場した副眼キャラを整理すると、副眼の数イコール有する因子の数という法則が見えてくるわけです。つきましてイチゴは死神、人間、クインシー、ホロー、フルブリングと霊王以上の因子を有するバグなんで、権限した人目の数が5つだったのではないでしょうか。ちなみにイチゴが副眼になったからといってジ・オールマイの力、未来史が可能になっているのかというとそうではないと思います。実際原作でそんな力を使っていなかったというところが全てではあります。個人的にこの描写はイチゴが霊王の器に近づいたというだけなんかなと思っています。また複数の因子があるからといって必ず複眼になるのかというとそんなことはないと思います。そうであるならばイチゴはも
っと早い段階から副眼になるはずですし、銀城も複数の因子持ちですから彼も副眼になるはずです。しかしそうではないという点を踏まえると、複数の因子持ちかつ何らかの条件を満たすと副眼が顕現するみたいな感じだと思っています。ただまだまだわからないことだらけなので、今後の神経ピに注目したいところではあります。いろいろな情報や封印前の霊王の詳細、明かされる日は近いのかもしれません。というわけで、衝撃の C パートを終えたらいつもの次回国関東官になります。今回は原作61巻にあった駒村の関東官でした。己の性に抗い続ける、己の心に牙ある限り、次回は駒村 vs バンビちゃんがメインになってきそうです。 PV 第3弾の一瞬でも圧巻の迫力でしたから、来週もかなり期待していいのではないでしょうか。以上、第16話についてでした。動画の映画だったでしょうか。皆さんの感想や考察、特に C パートに関する考察はコメントからじゃんじゃん教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。